はよう。今日も一日頑張りましょう。今帰りですか？さようなら。勉強頑張ってね。今日は何？ごめんなさい、その日は用事があるの。せっかく誘ってくれたのに。また今度誘ってね。勉強頑張ってね。何かご用？ありがとうございます。開けてもいいですか？ありがたく頂戴します。今帰りなの？グッバイ。さよなら。今帰りなの？さようなら。おはよう。今日はバレンタインだね。君にはかなわないが、僕も少々もらったよ。ほら見たまえ、まだあの程度さ。そんなことはないだろうが。帰りにカバンが開いていたら言ってくれたまえ。僕のほんの少しだけ分けてあげるよ。それじゃあまた。チョコレート。チョコレートよ。これを食べて出た症状をレポートで提出してね。それじゃ失礼。これ、チョコレートです。どうぞ。これ、どうぞ。それじゃ、失礼します。はい、義理チョコよ。今帰りですか？さようなら。今帰りですか？さようなら。私も今来たところよ。それじゃあ散歩でもしましょう。うん、行きましょう。こういう道を散歩するのって気持ちがいいね。私もそう思ってたの。こういうのにちょっと憧れてたんだ。今日はとても楽しかった。また今度誘ってね。それじゃ帰りましょう。今日は何？うん、わかったわ。忘れないで来てね。おはよう。お互いホワイトデーは大変だね。僕も朝から家のものを使ってお返ししているが、とても今日中に配りきれそうにないよ。まさか君はお返しをしないわけじゃないだろうね。ほう、君にも返す相手がいたとは意外だったよ。まあ頑張りたまえ。どうしたの？今日は。え？私に？ありがとう。今帰り？そうね、お隣同士だし一緒に帰りましょうか。そういえばもうすぐ2年生ね。後輩ができるんだから頑張らなくっちゃ。私も今来たところよ。それじゃあどこに買い物に行きましょうか？れじゃ行きましょう。ちょっと見てくるね。ごめんなさい、見たいものがたくさんあって。ありがとう、もう十分見たから。今日はとても楽しかった。また今度誘ってね。それじゃ帰りましょう。こんにちは。さて、私は誰でしょう。制限時間終了です。私は。おい、ユミ、何やってたんだ。あ、お兄ちゃん。なんだ、一緒にいたのか。そうだよ、あれ、お前に話してなかったっけ。今年からうちの高校に通うことになってたんだ。早乙女由美です。これからよろしくね、先輩。ほら帰るぞ、由美。分かったわよ。それじゃあね、先輩。バイバイ。家もお隣同士だし、たまには一緒に帰ろうと思って。それじゃあ帰りましょう。頑張ってるね。でもあまり無理はしないでね。今帰りですか？さようなら。おはよう。君も今走ってきたの？私、毎朝50キロのロードワークを欠かしたことないから。うん、そう。私、清川のぞみ。君もそうなの？そうだけど、へえ、私のこと知ってるんだ。超有名ね。それよりもさ、今度一緒に走ろうよ。ならないって。じゃあ私、もう一っ走りしてくるから。このジュース余ったからあげる。じゃああ、いいぜ。ちょっと待ってくれ。清川と、あったあった。耳がポチってよく聞けよってとこだな。何ってことよ。女の子の情報なら俺に任せてくれよ。私野球部でマネージャーをやっている西野咲なんだけど、あなたには根性があるわ。私と一緒に甲子園を目指しましょう。そう、あなたが来てくれればかなりの戦力に。そんなことない。でも無理強いはできないわね。うん、待ってるわ。それじゃあ。おい、今の2時の先だろ。運動部のアイドルがお前なんかに何の用だったんだ。あ、授業始まった。はい、早乙女です。なんだ。当たり前のこと聞くなよ。ところで、どうしたんだ今日は。教科か。ちょっと待ってくれよ。女の子のお前に対する評価はこんなとこだな。あ、いいぜ。ちょっと待ってくれ。2時のとあったあった。耳かっぽじってよく聞けよ。そこだな。何ってことよ。女の子の情報なら俺に任せてくれよ。今日は何のご用？わかりました。今帰り？さようなら。最近かっこよくなってきたね。私も今来たところですから。それでは中に入りましょうか。どこに行きましょうか。私大好きなんです。さあ乗りましょう。素敵な眺めでしたね。やっぱりそう思いました？今日はとても楽しかったですね。はい、いいですよ。そろそろ帰りましょう。今帰りですか？さようなら。あ、家もお隣同士だし、たまには一緒に帰ろうと思って。それじゃあ帰りましょう。なんでもないの。ところで今日は何のご用？わかったわ。忘れないで来てね。帰り。さようなら。私も今来たところだから。それじゃあそろそろ中に入りましょう。それじゃあどこに行こうか。空いてるね。さあ乗りましょう。いい眺めだったね。嬉しいな。今日はとても楽しかったわ。また今度誘ってくれる？それじゃあ一緒に帰りましょう。さようなら。私の声に合わせてタイミングよくボタンを押してね。ボタンを間違えると転んでしまうから気をつけて。最初は1ボタンからよ。準備はいい？手やったー、1着よ。今帰り？さようなら。あっ、ユミと一緒に帰りませんか？やったー！それじゃあ一緒に帰りましょう。なんでもないの。ところで、今日は何のご用？ごめんなさい、その日は用事があるの。うん、ごめんね。今帰りなの？さようなら。帰りませんか？はい、ありがとうございます。そうだなあ、危ない。いったーい。大丈夫じゃないわよ。早く起こしなさいよね。まあいいわ、許してあげる。あなた、お名前は？それじゃまた会いましょう。お前知らないのかよ、ファンクラブまである鏡ミラを。いいよな、お前名前覚えてもらえて。早乙女です。あ、お兄ちゃんですね。ちょっと待っててください。お兄ちゃん、電話。はい、早乙女です。なんだ、当たり前のこと聞くなよ。ところで、どうしたんだ今日は。ちょっと待ってくれよ。女の子のお前に対する評価はこんなとこだな。あ、いいぜ。ちょっと待ってくれ。鏡と。あったあった、耳かポチってよく聞けよってとこだな。なにってことよ。女の子の情報なら俺に任せてくれよ。帰り。さようなら。わかったわ。忘れないで来てね。今帰りなの？グッバイ、さよなら。今帰りなの？グッバイ、さよなら。私も今来たところだから。それじゃあそろそろ中に入りましょう。素敵な絵がたくさんあるね。素敵ね、見とれちゃうわね。今日はとても楽しかったわ。また今度誘ってくれる？それじゃあ一緒に帰りましょう。帰りませんか？はい、ありがとうございます。そうですね。いえ、あんまり。はい、早乙女です。なんだ。当たり前のこと聞くなや。ところで、どうしたんだ今日は。評価か。ちょっと待ってくれよ。女の子のお前に対する評価は。こんなとこだな。何ってことよ。女の子の情報なら俺に任せてくれや。何か用？私に対する当然の行為ね。開けるわよ。少しぐらいなら役に立つか。ちょっと待って。オッケー、いいわよ。お、アイシー、わかったわ。それじゃ切るわよ。一緒に帰りませんか？はい、ありがとうございます。私は特に。そうですか。グッドタイミングよ。私も今来たところなの。それじゃあ中に入りましょう。それじゃあどこに行こっか。じゃあ乗りましょう。いい眺めだったわね。そんなのいつでも見れるじゃない。そうファン。楽しかったわ。また今度誘ってね。さあ帰りましょう。うん、いいわよ。うん、わかったわ。忘れないで来てね。あ、よしおだけど、今暇か？それじゃあさ、今から遊園地に来てくれよ。まあいいじゃないか、待ってるからな。やっと来たな。こんにちは。あなたも暇ね。来てよかっただろ。感謝しろよ。それじゃ大観覧車に乗ろうぜ。お前どっちのこと乗る？乗りましょう。いい眺めだったね。次はジェットコースターに乗ろうぜ。お前、どっちのこと乗る？私大好きなの。さあ、乗りましょう。すごく楽しかったね。次はゴーストハウスに入ろうぜ。お前、どっちのこと乗る？ちょっと怖いけど入りましょう。ちょっと怖かったね。もう終わりか？さて帰るか。今日は楽しかったわ。それじゃあ、さようなら。いい暇つぶしができたわ。それじゃあ失礼。お前に気があるかもしれないぜ。そうだな、帰るか。それじゃあ帰るか。うん、私も今来たところだから。すごくにぎやかね。ありがとう。嬉しいな。いいのが取れるといいね。一緒に食べましょう。今日はとても楽しかったわ。また今度誘ってくれる？それじゃあ一緒に帰りましょう。私は人の演技を見て勉強するようにしてますけど。ごめんなさい、そんなにいい方法じゃないですね。よかった。それでは頑張ってくださいね。ごめんね、遅くなっちゃって。嬉しい。開けてもいい？これ、前から欲しかったの。ずっと大切にするね。いいわよ。わかったわ。忘れないで来てね。私も今来たところだから。それじゃあそろそろ中に入りましょう。ごめんなさい。ちょっと驚かそうと思って。さっきの驚いた顔思い出しちゃって。今日はとても楽しかったわ。また今度誘ってくれる？それじゃあ一緒に帰りましょう。